数千年前、戦乱に満ちたリーゆえで俺たちは戦った。魔人が封印された。幸運閣も千年の時を経て逸話と伝説しか残っていない。オセル、俺たちは敵同士だが、旧時代の対立は所詮旧時代の思い出に過ぎない。ああ、ヘウリアの遺物はお前が飲み込むといい。お、リーウェ公の霊石はこれで一つなくなった。天地万象、後世に任せるとしよう。あ、これは。あ、行方不明の甲府たちだ。何を掘ってるんだ。もしやこのトンネル、彼らが掘ってできたのかもしれない。古き封印に続く道だ。誰かが止めなければ彼らはあのまま掘り続け、封印の門を開けるだろう。おい、まさか封印の中に何か。前回の続きといこう。岩王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーウェの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、イカズチのように恐ろしくもありました。岩王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それがジャクダ竜王だった。彼の望みに応え俺が地上に連れて行った。岩王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼に世を見る両目を与え契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。その瞬間、空に雷鳴が轟き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし彼が秩序を破れば再び暗闇に封印することになる。その後、竜はいついかなる時も岩王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ埃を震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。